皆さん、こんばんは。歌う怪談女。日月陽子です。怪奇レスラーならぬ、怪談大好きプロレスラー。松山勘十郎です。怪談を集めて47年。怪異収集家の木原博一です。この番組は。オカルト番組でも。心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の。木原博一さんが。実際に。 直接取材した実話会談を語ります日本で唯一の会談専門ラジオ番組です木原さんといえばあの今や伝説の実話会談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね他にもしを会談やつくも会談といったヒットシリーズも出版されてますよねその木原さんによるこの世のものではない話もののけの話 不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。夢夢どこころか、悪夢よよ。りも素晴らしいことですよそれではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。怖いい。水曜日、存分に味わってください もう難しいご意見はねね <laughs> 続きましした、ね、<laughs> 2> 2週ちょっと難しいお話すすすんませででしたたごかったですねいくつも分かれていっぱい書かれると、うん、あこれは答えとかなあかんなあと思っているうちの答え方を考えているうちに、うん、次から次へと叩き込まれて、うん、えごめんなさいあの目の前にあの文章が何もないので何にも答えられませんというのと同時に <laughs>、うん、一個一個に30分は最低でもくれますっていうようなものがいっぱい入ってると、うんあのー、多分ね 私のき言うてることにはあんまり大して答えてくれへんかったんやんかっていうふうに思われると思うんです、うん、この間ご投稿くださった方そう思ってると思うんですけどす、ね、よく考えてください30分番組ですの、ね、で <laughs> そうなるとやっぱりあのなるべくぎュッとしていただいた方がいいんですよね,そうですねじゃあ送信、ねね、してもらった方がね,ね、うん、送信する前にもうちょっと一呼吸置いてそうですね 答えがない,世界ない、ね、まあ私はこう考えるんですけれどもねってなんぼ突きつけられてもいや僕はこういうふうに思うんですけどもねっていう以上の答えってないもんんだったりするんでするでようん、うん、むしろこっちがねあの今,今昨今階段ブームって言われてるんですよ。えー、階段ブームって僕何も起こってないんですけどいやいやほんまに言われるんですよ、うん、階段ブームですよねみたいな。でどうして 「かたくなにお断りするんですか仕事」って「いや別に断るほど仕事来てないんですけど」みたいな「うん、というか一回も断ったことないんですけど」みたいな「かた、うん、くな you に YouTube に出演を断ってるみたいにあの聞かれたことがあって、うん、え僕一回も断ってないですよ」って「うん、なんでこんなゲスト呼んで話聞こうと思わないんですか?」って知りませんよ僕は。<laughs> <laughs> あだからねそういうところに出てない僕はがすごく説教されるケースっていうのがね、うん、ここ聞いてなかったんですけどね <laughs> でもあの大輔さんもウーミンさんもあの他にこういう考えを。 こう吐き出す場ってもしかしたらやっぱなかったからね。それはそうかもしれない。なんかすごくやっぱあの熱は入ってたように思ったそんな話する会談番組とか会談ユーチューブってないんじゃいますだって。そういうことだかな。だってつまらないも。まあ確かにみんな話出して終わりやったり。まあ怖い話が聞きたいってのはまあほらね、基本やろうかと思います。でもね、話だけするって僕にとっては一番簡単。怖い話でしょ。いや簡単ですよ。 っていう風にただし、うん、あの怖いところに持っていくまでの時間を結構いただくので、うん、ずっと話させてもらいますという風になる、うん、そうでないとこうギャグじゃないんで、うんうん、出てきてアホみたいなこと言ったりアホみたいなことやったりして笑わせるっていう世界の逆バージョンが怖いことかっていうとそうじゃないですから、うんうんまあ、一発芸じゃないですからね。そそそうそうそう,そうですよねあのいわゆる ゲーと言わ,れ言われるかどうかって僕は激しく疑問ですけどパンツ一丁出てきて「大丈夫です履いてますから」って「うっと笑った」っていう世界があるとしましょうかっていう風にこれを課題に置き換えて「あの生首です!」って言われてそれがどうしたっていう世界でしょ物ぶら下げたところでっていうふうに。 あのそれはスタジオにね仕込み入れてる子ならキャーと言うかもわからないですけども、うん、紐でぶら下げたマネキンの生首ぶら下げて生首ですって言われたらえどこに振ってんのその話、うん、にしかならならいですよね、うんうん、それなりにちゃんとした形で話をどん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 あの突き詰めていったら突如現れる首のものが登場したらたとえ紐がついてたって怖いと思ってくれる人いるかも分かります、うん、せん。 うん、やっぱりそれなりの空気は必要だとはあのー、思う,うんですよ。うん、思うけれどもっていうとこだったりするけれどもそんなに真面目に階段をちゃんと延々と喋りたいと思うかっていうと場所でもない限り、うん、まあないですね。うん、なんせ怖がらせるの僕目的じゃないんでちょっとも、うん。そうですねそこの番組をね聞いてたらわかると思いますけど、うん、そこがまずそもそもの,あの現代とやっぱ我々の違うところというかそこはね ありますよね,あ、まあ、ね先週、先々週とラジオをお聞きの皆さん、会議について改めて、ね、考えるきっかけにはなったかもしれないです、ねはいうん、そうですね、うん、またああいう熱いお便りがね、うん、また増えるかも番,番組のほとんどお便り読んでるっていう、なんかそんな感じだったね、うん、まあそうですね。ね でちょっと今回後日談的な内容なんですけどその前にちょっと僕も後日談を一つ報告しておいてよろしいですかまた来ましたよあのこたつの足がまた再現性があるんですかね今度はね僕ではなしに息子が経験したんですけど久しぶりですねこたつの足まだこたつ出してんのずっと布団は取って机代わりに使ってるテーブルとして使ってるんで6月の末に息子と娘がその 座敷にいたんですよねうん、うん、で娘は勉強机りに座って勉強してて息子がそのこたつの机で勉強してたんですよ。うんうん、でそれ夜やったんですけど、はい、で僕は仕事でおらんかったんですけど、はい、でまあ母が台所から「ごはやで」言うので、はい、息子も娘もご飯食べに行って、はい、でご飯食べ終わって戻ってきてまた息子が机でこう勉強しようかなと思ったら違和感を感じたらしいんですよ。はい、おなんかかおしいい傾てる <お>見たら前回も前々回も外れてた同じ場所のまたこたつの足が抜けて外れて横にこう置いてあったらしいです<ー>。でさすがに母親とあの姉には言わなかったらしくてどうせまたそんなんて信じてもらわれへんからで、うん、僕の狩りを待っててお父さん聞いて聞いて今日あそこの同じとこ外れとってんで,で僕にちょっと報告を受けたんで,でどの場所外れとったんで,でまたあのいつもの場所僕が2回外れとった場所また外れとった。不思議やな 元もう言うても「よっこらしょ」って持ち上げてはめ込んだ言うていやでも息子さんもさすが対応分かってますねそうですね佐々木さんと帰りを待ってでもそのよっこらしょって持ち上げなあかんぐらいの重さのそうですねだから結構重いですもん長い長方形ので手入れっての言うてもほらご飯食べに行ってた間だからそんな長時間でもないでしょうね30分ほどの話ですわねいわゆるあの それなりのネジ式なんでしょう。差し込み式になって。差し込み式。持ち上げないと抜けない。それ絶対そうです。スライドしないです。ずらしたらと、それだけ残るとか、そうなんですね。もう一回持ち上げて、カット外さんのためなんで。その短時間の間に。そんな重いものを。もっいっぱい載ってんのに上に。僕のパソコンから息子のね。教科書から何からプリントから得て。 ごごちちゃゃな結構だからそれやろうにしても一回全部下に下ろしてそれ足を向いてガッと上げてでまた元通り戻すと不思議やなと思ってまた久しぶりに来たわと思って久しぶりですね前のあのコンセントがこけたとかそうなのもありました同じ部屋やしだから同じ場所の足が外れたのは3回目なんでね忘れた頃に忘れた頃に同じ場所のあれが外れるな不思議やね不思議ですね さすがでも佐々木さんちって感じもしますこれいよいよほんまにカメラ仕掛けなあかんなと思ってたんでカメラは買ってたんですよねただ今のってねなんか説明書入ってないじゃないですかほんでまあ輸入のありやからかしらに英語ばっかりやし使い方がわからへんからねネットで調べなあかんからもう買うだけあっ置いててねまだちょっと設置できてなかったんですよい使い方ちょっと見てこれはちょっと行ってみてください国も早くね結構 結構なものが映るかもよ。そうですね。うん、あのね、あの前々回に投稿をくださった山形の大輔もそうやけれども、うん、ここにも投稿をしてくださってて、あ、映像をね。うん、あの投稿してくださった大牟田の貸し込み貸し込みさんにしてみてもそうですけど、うん、結構なもん撮ってますよ。うん、自宅にカメラを仕掛けるというのはなかなか勇気がいることですけど。で,ね、でも、あの思ったものや現象と関係なくこんなものが。 え、うちの夜中には調理をバッコしてんのかいっていうふうに驚くものが取れる可能性はあると思います、うん、と言ってそれが何かっていうと別に何でもないんですよ、うん、すごいことはすごいけれどもそもそも寝てる間に起こっていることでしょっていうことだったりはするし何かが動いてるわけではというか大事になるほどの動きではなかったりしますよねうん、うん、だからそのね誰もおらへんのに箱がカタ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 ,カタ,カタあの大きい こままめに揺れれながら動いてててるって映像とか撮れてましたけどね<ー>誰もおらへんのに、うん、そんなことがあったりするけれどもだから何なん,なんだって寝てる間のことなんてどうせ分からへんやんかっていうことを分かったら何がさらに分かるだろうかっていうのって僕にとっては意味のあることやったら、ねまあ、さにかのデータになればいいんですけど、ね、佐々木さん的にも撮れてほしいれてほしいですねめっちゃみたいですが 目的が分からへんからこそ取れてほしいと思うね意味が不明なんで我々も楽しみにしておきましょうかそれはねなぜこたつのあの足の滑り止めが動いてだからどうやっていうそこなんですよね目的が分からないさてお便りいきましょうかじゃあ今週はじゃあ2通ほどじゃあまずはじゃあまず1通ではいどうぞはいどうぞ おじいさんがあぐらをかいたままスーっと動いてたという投稿を読んでいただいた。大変よく覚えてます。さすらいの鍼灸師です。うん。ご指摘のところを覚えてる範囲で書かせていただきます。うん。子供心にどうしてすぐにおじいちゃんと思ったかですが、うん、キャラさんのおっしゃってた通り、服装は着物ではありません。うん。 僕の父親はよく家でパッチや捨て床に白シャツみたいな格好をしていましたそのおじいちゃんと思った男性もそのような格好でしたので男性だと思いました、うん、それに髪が短く全部が白髪でした、うん、その服装と髪型でおじいちゃんとすぐに思いましたそれ以外は顔とかメガネをかけてたとか特徴的なものは覚えておりません、うん、次に 僕の母は3年前に他界してまますので今となれば聞けません、うん、しかし公園の前の白黒の布をかけてたところの家は僕の家からはそんなに離れてはいませんがそんなに近所でもありませんので、うん、母は知り合いではなかったと思います。うん、どんな人が亡くなったとかお葬式があったとかはその時に初めて気づいたのではないでしょうか。うんあと 母もその時にあぐらの男性を見ており、小さな僕が変なことを言うと困るから、僕の言葉を否定したかも、というのはわかりません。うん、もしあれば、またご指摘ください。亡くなられてるもんな、お母さん。うん、そうなんですね。このラジオは、こういうご指摘をしていただける番組ですので、いつも楽しく聞かせていただいてます。あそう言っいただけるとありがたい。ただの心霊番組とは違うので、いろいろなことを考えるきっかけをいただいたり、 楽しかったり他の方の体験を思い浮かべたりと本当にいい番組ですめっちゃ褒められてるやんありがとうございますありがとうございますありがとうございますでもこれねあのこの番組ならではという言い方をあえてしっておきますけれども、この方の体験をこの方がどこかのあの例えばそのトークライブに呼ばれたり あの番組に呼ばれて話したとする、ええはい、でしょ、ええ、多分十中泊うわっ怖っっていうリアクションする人どっかに誰かがおって、うんうん、えすいませんよく,かりなよく分からないんですけどちょっと分かるまでおしき伺っていいですかっていう人っていないと思うんですよ。うんうん、そんな気はしますね、うん、それはね、うん、番組が壊れるからだっていうのと同時に、はい、それを言うのって僕人前ではね勇気のあることだと思うんですよ。確かに で,すよでしかもそういうことを言うと聞いてる人間のほ,のほとんどが今話し終わったとこやのにイチャモンをつけているのかっていう解釈をするとか次に控えてる人らに喋べらせたれよっていうふうに思うっていうさまざまな条件下が重なると、あのー、思うんですよ。だかかかかららら人前では難しいかもからないもわなこそ 喋る人間が最初からそういう疑問疑念を否かせないだけの情報が入ってればいいですよねっていうふうに思うんです。うん、で、聞きにくいことはわかるんですけども、うん、聞かなくていいまんまでリアクション任せでいいのかっていうのはこれから先も残ることだと思うんです。うん、いわゆる言ったもん勝ちだったりするわけですね。うん、疑問を一切挟まないっていうふうにで挟まれないからこそね。 5人も6人も出てきて並んでにこやかに喋ってって、うん、終わった後に「どや」って顔してられる、うん「どや」ってね「でや、うん、怖いやろ」みたいな、うん、あの顔をしてたりするだとか「うんうん、俺はあのー、な,なんたら」って始めたらインターネットで「100人は集まんねんで」とか「うん、300人は来んねんで」みたいなそれでお金がもらえるのっていうのはあるかもわからないけれどももらったお金の分だけの付けはきっと未来にやってくる可能性は、うん まあると思うんですよそもそもそんなに優秀な話だったら、ね、書籍でも通用すんねんから載せれば、うん、っていうふうにまああのー、これは地上波で,ですので、えー、あのそんなに突っ込んだこと言えなかったりはするんですけれども、うん、こんなに階談を語る人が増えているのに、うん、何人かの人からね

ななかなかの,いあのおおお階段に関してのは通なのの人だったりするのでどんだけ書き直してるかっていうふうに元、うん、あったものあこれ多分元これだなっていうふうにあ<ー>あの分かるっていうふうに、あのー、語りでやっていくっていう,うに決めたあたりの頃の某階段タレントみたいなもん,もんでほぼ全部その人は昔からやってるので、ええ、ほぼ全部よその本から。 だったりするっていう風にっていう風になってたりするって、うん、で見られていいカメラが入ってきた時には赤ペンで字に書いたものがあったりするけどあれ赤ペンで字に書くのって木原さんのコピーじゃないですかっていうふうに言うっていうに、うん、しかも昔そんなことやってないし、うんうん、しかもその前は長い間ライターが書いたあのテレビなんかで映ってるの言ったら、うん、ライターが書いて出力したあの原稿やったりするわけです。うん、いやプリントトアウトした タイトルとしててかるようなきっつあのワープロの時代からパソコンのす、あのー、擦り出しまで、うん、全部見てて分かりますよっていうふうにで本格的にカメラが入ったあの頃になってくると今度はあの字書き始めてるところのシーンや字書いたもの出てくるけど、うん、あれ赤ペンで書いてること自体あ木原さんのマネーやっていう風に分かるって何、うん、でかってその前は黒やったから。<laughs> <laughs> っていう,ふうにあ,あの木ラさんのあの,の赤の映像の,あのメモだとか、うん、話が出るまでは黒やったからっておかしいでしょっていう,うにそに手書きのものだったりするところからあのえワップルになったり、えー、パソコンになったりするのは分かるけど、えー、逆はおかしいでしょ逆おかしいでしょって言ってるのは人が信じられてたりだとか信じるようなものを取り込んで、うん、それをわざと映像で抜かせて。う やっっててるでしょんかすごく丁寧で綺麗に書いてあったりするのを見て思いましたねってこんなに丁寧に綺麗だということは何かを引き写して書いてるから間違いもなく丁寧にこんなことができるんだって自分の走行として書くためだとか話すために書いてるんやったらもっといわゆる未整理でぐじゃぐじゃしてるわけで水鯉が入って決してこうだとかじゃなくてずっと綺麗に丁寧に書いてあるって言ったら何引き写して書いたんやっていうのがはっきりわかるけれども。 ほとんどの人はこれを見てあ、ちゃんとやってあるやったか丁寧に書いてあるっていうとこやけれどもいや自分でストーリー書いてみってこんんなにに綺麗書かかれへら一番納得する形にしよう思たら絶対どっかでで例えばねこれは人となりとの説明するためにそういうことを言う人ですよっていうことを言ってたりするから細かいチェック入れてなと思ったりするけれども死にましたね。 っていうあの本当に古いものをねいわゆる新耳の昔の話に逆戻って何でもありな世界で怪談という風に銘打ってる怖がらせ話ですねっていう新しい単語やなと思いながら怖がらせ話怖がらせるための話で何より自分らと周りに空気感的にお前 俺の話にも驚くから俺の話にも驚けよっていう空気感が漂っているもやったりするけどお客さんはさすがは誰誰っていうふうに褒めてくれるからあのお客さんエンターテインメントというふうに仮定するとお客さんを気持ちよくするのがステージの仕事だとするならばステージのみんなが気持ちよくなるために集まってるっていうステージがすごくご機嫌。 みたいなでご機嫌同士がすごく仲仲良しでっていう世界で、うん、ああれ終わった後今日は俺たち良かったねって飲みに行くんやろうなみたいなことが透けて見えててねっていうふうにすいません <laughs> <laughs> あなんでそ僕にぶつけるんですぶつけるところがないからですね<笑><笑>ええ、その通り木原さんやからぶつけるんですよ <laughs> そうん、なんでそんなん僕にぶつけるの僕何もコメントできひんのにって言ったらまっ 今ちょっとび,びっくりした「<laughs> 俺の心を読んだの?」と思った「<laughs> 何言ってるんですか?」って「木原さんやからぶつけてるんです」っていう風に何。に監査部じゃないですけど、うんえ「他に誰に聞いてもらえばいいんですか?」っていう風に「言うの簡単ですよ下手くそ」っていう「うん、でもひだるまになるでしょ?」っていうふに生、うん、いっぱいあげて「僕聞きに来て、ま、お金出したんですよ」うん、お金出したりだとかして、うんえいい「有料とかって聞いたりしてるからナメ出せますよ」って言うけど、うん、出したら「何お前は偉そうに」 っていう形で、うん、僕は過去からずっと研究して聞いてたっていうことなんて別に誰も知らないわけですよね、うん、その人らが勉強してるわけじゃないからっていうふうに。うん、で木原さんは調べてあ僕に浮き当たったりするのはよく調べておられますねみたいなことを突き,当たりあの突,き突き当たってこうやって出会いましたけれども何にも調べてないわけだから、うん、何にも知らないあの「お前が何を言うんだ」って言ったら。 多分あなたが生まれる前から会談やってます」っていう人やったりするわけだったりするんですよっていうのと出会ったりするわけです。何が言いたいかって言ったらねここ近年すっごい複雑になったなと思う。 だからね元ネタがねこんなとこから取ってきてるんですよっていうふうに、ん、説明されても僕元ネタからして分からへんけれどもだけども <laughs> それは話が分からないんだって、うん、えそんなところからっていうところっていうのは結構あったので、うん、あのちょっと驚くっていうどこでもね研究してる人いるんですよ研究っちゃなんですけど調べてこう、ね、記録のようになんかや,、うん、やってる人がいたりするんですけどね。うんうん いやちょっと怖いなこれそうですよね怖い,ないうお,あのなお褒めいただいてもう誠に感謝、うん、あのしますけれどもあのその方がなんでぶつけられたかっていうのを一個にね、うん、考え方を言うとかこういう可能性があるからっていうような方向性に触れてるのがここしかないからだって。 今週も5つ目からまた予想以上に熱がこの出たことになりましたね。ねた珍しいのは一回放送で紹介されたリスナーの方が足らなかった追加情報を教えてくださるっていうのって旧な番組だと思いますよ。そうですね。これはないと思いますね。そうですね。うん、やりっぱですから。だいね、その一応終わっちゃうね、一、ね、回で、ね。これやっぱり、ねはい、我々一応、うん、ほまあ真面目にですけど真面目に聞いて真面目に答えようと努力しているという結果としてこうなっているのであるとすれば。うん とっても嬉しいね。やっぱり体験した人もやっぱり知って、より知ってほしいから追加で送ってくるんです。で思わない。自分は怖かったんから。っていうのがあるから。うん、いいやっぱ分かってほしいですからね。この手の会談に対してセンシティブに反応して、こんなことを言う、言う最大の理由はね。目撃者が一人だからです。うん、だからこそ。うん、目撃者の一人のものを会談として通用させてしまうんだったら。申し訳ないですけども、やりたい放題。ですゆうたもんがちです。ゆうたもんがちです。うん。うん 俺しかおらへんかったら何を見たってそんな見てないよっていうふうに言う人どこにもいませんから。俺見てんからって言ったらねそれで。うん、だからこのお便りなんかはまあかろうじてお母様がその時は一緒にいましたけど、うんうん、だから次のお便りだとどうなんですかねそういう意味でははい。いきますねはい、はいうん、以前島の門の話で紹介してもらった大阪在住の沢ちゃんです。沢ちゃん。 2回頭を叩かれたことがあります<え>2回とも後頭部の上側を手のひらではなく拳で殴られております。1回目は小学校の時で夕方ごろ田んぼのあぜ道を歩いていました。うん、稲の高さは3 0ンチぐらいで遠くまでよく見えてました。あぜ道の半分ぐらいに来たところで後ろ頭を叩かれました。うん 友人が叩いたと思いなんで叩くのと後ろを向くと誰もいませんでした、うん、右側の田んぼ左側の田んぼにも誰もいませんでした 2>,、うん、2回目は5年前です大阪市 JR 京橋駅のホームで電車を待っていた時平日の14時過ぎで電車待ちの人もまばらでした、うん、上りと下りの境目の塀に持たれて電車を待っておりました 後ろ頭を叩かれました後ろを見ると塀で左右を見ると誰もいません周りに石なども落ちてませんでした不思議な体験でしたとあるんですが、うん、私もあのゴツンってあの叩かれたことありますあたぐらいのまでの,のあの妹私は妹の家だったんですけど、うんはい、同じような感覚かな<ー>本当になんかもう,<ー>こう首がこうちょっと動くぐらいのゴンみたいな。 あまあまあ強い力やねそれやとねポンポンじゃなくてなんとなくそんな感じかなだから周りに石も落ちてませんだという方もぶつけられたっていうこともないよね叩かれるというか殴られるって書いてあるからねグーでゴンっまあ殴られるにそういうことですよね面白い体験これは面白いですねまあこれはあの一人だからこそ成立しやすい あの人が怖いというか言うかなんかどうでもよろしいから激しく語り継いでいただきたいところなんですけども、うん、世の中不思議なことがあるねんでっていうことの1個で医学的に突如頭に何らかの衝撃的痛みを感じるという症状が場合によってはあるっていうことがあるんだったらあるでそれはそれでそんなに稽古なら体験した人が無知識であるがゆえに 殴られたという解釈をするのは当然のことやからはっきり分かるまではかいと思っていただいて結構なんではあのないかなと思うんですよ。ちょっとあの関連して奇妙だなと思うのがねあの今陽子ちゃんが私もね殴られて首がその衝撃でくきって傾いたぐらいっていうぐらい叩かれたような記憶があるっていう話してましたよね。僕ね歩いていてて 何にもないのにごちんとおでこに頭が当たって痛っ痛っとかっていう風に首を後ろに何にもないんですよあの首がカクッとなったって痛っていう風にであのギャグじゃなくてほんと板のようなものあの感触を変えるとコンクリでもレンガでもあのなく木の板のようなあのものいやゆ鉱物的硬さではなくてなんかそうじゃないあの どうう言えばいいんだろうね、うん、あの、えー、穴の大きさも考えずにくぐり抜けようとしたあの塀の穴みたいなもんでうん、うん、あのゴンと頭があの当たったようなあの気がする。うん、でねそのなんかこうね一瞬板におでこが張り付いたかのようなペタンみたいな音がしたかのような、うん、あのバチンみたいなような感じで、うん、首がカクッとなって。 後ろになったっていうに「うん、え何に当たったん?」<laughs> っていうのでその瞬間手を前に出したんですよ、えー、スカッと空,空を切ったっていうう<ー>何にもないから空を切って当たり前なんですけど「うん、あ俺何に当たったん今」っていうふうになったことがね、うん、ありました本に書いてないですけど一人で目撃で自分の話ってちょっと書くの好きじゃないからっていうに「えー、それはお前作りたい放題やんけ」って言われると。うん そうですよねっていう風になるから抜いてるんですけれどもね。うんうん、すごいでもキャラさん正面からっていうのがすごいですね。<laughs> 珍しいですね。ねえ。うん、そうだからびっくりしたって、うん、あたってであのその衝撃度って歩く速度の衝撃なんで、うん、びっくりするほどの衝撃ではないんですよ早く歩いてたわけでもなんでもないから。ゴ、うんうん、ンって感じですね。そう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 これ万が一なんか走ってる時にやられたら。危ない。うん あのーね、足が宙に回って背中からドスンと落ちてたかもわからないっていうとこだったりするけれどもいたと思った瞬間に「何、うん、やねん」って手を食うに書いたら空中を変いたので「うん、えないの?うん」というふうにこういう時にねあのー、さっき常に騙されたんや狸にからかわれたんや、うん、っていう話が結局ついて回るっていう落ちなんれたいうんですよ。うん 話「そらお前なかきつねにうまいみたいな話に、うん、確かね言うた後あのそれ話したら言われたいわゆる「それで片付けとき」と言わんばかりに、うん、あの言われたのを覚えてる。でも確かに叩かれたっつっても、うん、もしかしたら本当にそれ人の手かなっていう。うん のも思ってきちゃいますねでその今までの体験で例えばちょっと雰囲気なんていうのか気持ち悪い感じの気配を感じたとかなんか嫌なものが見えたとかじゃなくて本当にゴンって叩かれてるだけやから怖さがあんまりなくてあ急にやして何みたいなそれこそ本当にびっくりしてちょっとあたふたしてしまうような。 れたたみいな感じ怖さの心理はねおおむね体験した人が決めるんですけどもねその決める論拠の大きな大部分の上とね環境が占めるんですよ分かりやすく言うとねこの方田んぼの誰もいないところだからいわゆる頭の上に大きなクエスチョンマークが出るという話でしょ。で日月さんの話もね大きなクエスチョンマークが「何今の」っていうので浮かび上がるでしょ。これね同じことを部屋の中でやられるとそうは思わないんですよ。 今の何じゃなくて誰？ああ私妹の家でした。部屋の中やったんですか？そうそう。でもどうせあなたの家じゃないから。うん。うん、で妹もあの台所キッチンにいたし。うん、あ一人四人。私は全然一人です、うん。もう一人の第三者の存在を感じる瞬間だったりするんですよ。ということはそこにずっと住んでないからっていうのと住んでるということで大きく。 残存する怖さが違うんですよ。なぜならば。もう一回あるかもしれない。住んでたら怖いですよね。嫌ですあの、妹の家の。あの、もしよろしい。下に住んでますけど、すごい嫌です。も似たようなシチュエーションで拙者もあるんですけれども、あの。まあ、うちの事務所で、ほぼほぼずっとあの公園が近づくと。もう家かっていうぐらい、ずっと缶詰になるんですけれども。あの、本当に。 しんどかった。うん、まあ,あの連戦というかが終わって、うん、片付けも全て終わって、うん、たった。一人でもうバタンと横になったんですよ。うん、こういう風うにあの上を仰向けじゃなくてこう。横向きに寝転んだんですね。うん、で、その時に腰のところをポンポンって叩かれたんですよ。でんって思ったんですけど、当然一人だけだから。うんうん で疲れてる時ってあの筋肉がピクピクって痙攣することがあるんでうん、うん、それかだって思ってはあって横になったんですけどまたそのポンポンが来たんですよでもその時にね拙者はね全然怖くなかったんですよな、うんでかっていうとその腰の辺りねそこをポンポンってされたんですけどこうお疲れさん覚えたんですよだからこう殴られるとか叩かれるとかっていうわけではなく、うん、ポンポンだったら拙者もあります 私妹ののとかも普通にポンポンンあるんです。多いいでんでですですよ。あ、ポポンン多多か私、多分早々でだいぶ前ですけどちょっと言いましたけど、うん、もう普通にゴロンって寝ててポンポンって、うん、であのー、まあ彼女が妹が「うん、お起き?」って「そろそろ起きよ」っていうふうな形たあれで叩いてるか思ったら全然誰もいなかったとかはあります、ね。これ何かこう触れる場所とかもなんかね、うん、いろいろありますねそう考えるとね。うん 逆にポンポンの方が多くて怖い気持ち悪い感じがします<ー>殴るそのゴンってなったのは一回なので<ー>逆にその時はもう怖いというよりも何っていう感じ <laughs> 普段ポンポンなのが急に強く怒られたから、うん、触れ,られるという点にまで言及するとケースは多いんですよ、うん、その叩かれた、うん、つ,つつかれた、うん、あのー、触られた、うん っていう,ふうに、うん、でもねここまでの話を総合してたまたまこんな話ですけれどもね、うん、まあこの話あののー、腰上の話ですよ、うん、そんなに気軽に話せてるって話って腰上の話ばっかり性格的に言うと肩の上の話ばっかり、うん、確ににのの確かに確かににですよね。これがね接触系のあのあ まあ、よくあるここととということだったりすするわけですただ「触るものに意志があるのならば」っていうので、うん、そんなことが起こるからこそ不思議に思える、うん、わけですよね。だって戦った時は「こら!」っていう印象を持ちたがるじゃないですか。うん、神様からげんこつもらったと思われるかもわからない、うん、もしもしっていうのは誰かが注意してくれたんちゃうかなとか、うん、起こしてくれたん違うかな。うん、第三者のの意思をそそ行動ででみ取ろうとすするじゃないですか、うんうん、それはね 片上階段だったり片上で接触だから片より上のことばっかりだったりするからですよで腰下触られることめっちゃなかったりするからカンちゃんの場合はあのお疲れっていう時に腰をやったりするスポーツ選手がよくやるあそうそう本当にそういうイメージやったんですよあのホームランって帰ってきた時のあお見事とかみたいなあの腰とか背中とかあの辺そうそうこれがねつまりね現象的には似てるのかもわからないけれどもあの V が変わると印象が劇的に変わるとか、うん、あ,のあんまり人に喋られへんような話になったりするっていうケースが多かったりするっていう、うん、あの例えばその肩をポンポンと叩かれた的なちょんちょんとつつかれた的な陽子ちゃんの体験談、うん、もうちょっとあのエスカレートしたものだと、うん、スッと肩を握られたっていう話、うん、決して少なくはないんですよ、うん、になったりするんですよ。うんはい ぐっと後ろから肩を握られて「えと思ったら誰もいないっていう今肩に手を置いたというよりはどっちかというと肩に力が入ったから握られたかと思って振り返ったらなんとなく手の先見えたような気もするんだけどそのまま振り返ると誰も立ってない,っていうおまけに手もないっていう話になったりするけどこれを手の上でやられると手を握ろうとしたと思うわけですね。で足足にに触られるととを掴もうううしたっていうふうに思うわけ ですよ。似てるけれどもこっちが受ける印象で会議の度合いが変わってくる、うん、危なかったというふうに思ったりするわけ、うんうん、確かに確かにですねめんどくさいのはね腰下なんですよしかも足の話は今言いましたっていう話だったりするんですよこのまさぐりと呼ばんばかりのもの で、なんだろうなと、思うときがある。まさぐり。<laughs> ぐりうん。うん、あから、うん、あっても言いにくい、やっぱり。その通りなんですね。やっぱ。これ男性の体験にも、女性の体験にもある。あららららららですよ。で、その手の主が、男性である場合も、女性である場合も。あるんですよ。うん、あら。うん、夢物語として、さらに片付けにくい。っていう、ケースが。 あのー、あるんですよ、うん、さあ、地上波でこれ以上細かい話ができるのか、目しょう、えー、告知、8月3日やから、あもうもうまもなくや、8月7日に大阪市の生野区民センターで大衆プロレス、松山座真夏の本公演、行われます。暑い中ではありますが 夏休みも真っ只中でございましょう。ぜひご家族皆様で松山勘十郎に会いに来てください。名前で検索していろいろ情報チェックしてください。よろしくお願いします。はい、私日月よこも日美子の映画そして11月は東京で舞台もえー、待っております。日月よこつにてんてんの日月よこひらがなで検索してください。2> 私2日後の8月5日からカナダのモントリオールに行ってきます。<お>ええー、今度は階段のトークをやらせてもらえる予定なので。 多分あのー、ちょっとカナダのお話があの怖い話が聞ければいいかなと思っていますお番組では別冊怪談ラジオを販売しておりますちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験をあのー、語っています二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますのでぜひお聞きになってくださればとどうやったら帰るの詳しくは。 ラジオ関西の階談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。今夜はいかがでしたでしょうか何もなければいいんですが。えちょっと、あなたの城、誰ですか番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また、 怖い写真や、いわく因縁のあるものなども、お待ちしています。メールの宛先は、階段アットマーク、J. O. C. R. ドット J. P.。K. A. I. D. A. N. アットマーク、J. O. C. R. ドット J. P.。ファックスは、零七八三六一、零零零五。零七八三六一、零零零五。おはがきは、郵便番号六五零の八五八で、ラジオ関西、階段ラジオ。 怖い水曜日までぜひ本物の怖い話を私に教えてくださいお相手は歌う階段女日月陽子と階段大好きプロレスラー松山勘十郎とそして階段を集めて47年木原博一でしたそれではまた,また来週お耳にかかりましょう,かかしょうこの一週間あなたが無事でありますように